もしかしてもしかしてだけど、もしかしてのもしかしてだけど、ギフト変わってる？あれか、でも天使ある。ん、さっきの雪だるまみたいなの、なんだろう、雪だるまがある。なんだこれ、雪だるまじゃん。うえーうえー、こんなの出たのね。うん、あ、ありがとう、うまちゃん。雪だるま、ドグラスさん、ハート、よしみさん、天使、マンタさん、天使、イケビさん、天使、ドグラスさん、星、おー、雪だるまいっぱい、マクさん、雪だるま、ヤオトさん、雪だるま、B 型、メントムさん、雪だるま、ヤマシさん、雪だるま、エイターさん、雪だるま、ナシちゃん、星、マクさん、雪だるま、ナシちゃん、星、モジロさん、雪だるま、わあ、なんだこれ、ヤマちゃん、これは何？何？雪のクマちゃん。はっ、ちょうど今日の色と、色で分かると思うけど、今日はエヘヘ T シャツなの。画面から着てるけど、そう、エヘヘ T シャツよ今日。ホームさん、星、ラベンダーさん、天使、カカエムさん、今日もありがとう、結婚して、ミキダルマも、長子さん、星、ラベンダーさん、星、ありがとう、こんばんは、ヤットさん、天使、ありがとう、マンゴー食べる、これひーちゃんがおすすめのやつ、そう、最近食べる。確かにイシヒ T シャツ同じこと言ってるね、イシヒ T シャツもいつか欲しい。あ、秋のパン祭りさん、すごい、雪のクマ2つもありがとう。そう、ゆみりんさんの卒業公演は難しそうです、研究生は、悲しいです。うんうんうん、明日お母さんに誕生日で、あさってゆめりんさんの卒業公演、それだけは同期も話してた、行きたかったよねと言ってね。イヒ T シャツもいつか欲しい。秋のパン祭りさん、雪だるま、ゆういちに雪だるま、ありがとう、作ってる、作ってるのすごい、雪だるまありがとう。レグルスさん、星、ゆきひろさん、かわいい、ありがとう、直筆、直筆で書くのいい日。色何色にする？青？何？ピンク？セブンイレブンのだよね、セブンイレブンで、そう、乃木坂さんの本来にやっとる今。アプリを入れて700円以上買うと9000レブロマイド写真もらえるんだけど、なかなか当たらなくって、私の推しのなぎちゃんは A 賞のとこにいるんだけど、欲しいよね。こんばんは、こんばんは、緑で岐阜やし緑のイメージね。そう、お母さん明日誕生日、そう、スタバとグラコロもか、あー懐かしい、そう、グラコロの頃もね、そう、バイトまだしてたから、あともう1週間ぐらい、12月の3日かな、がオーディションの受付の締め切り最終日で、その日の、そう、夜に送ったから、もうちょいで私が STU48 になるきっかけっていうのかな、一歩から1年になる12月3日だっけ、そんぐらいだよね。そう、24時締め切りなのに22時8分とかに確か送った、ちょっと後で時間見とくけど、めっちゃギリギリで送ったんよね。スタバを飲みたい、いけるかな、でも明日頑張ればいけそう、うまっ。マイパパさん、星、ありがとう、よしみさん、星、にんじんすきさん、星、ありがとう、まこさんも星。そうね、グラコロいいよね。今年グラコロどんな感じなの、毎年のと、もう一個いつもちょっと違うじゃん、何なんだろうね。スタバ行こう明日ね明日行こうみんなね、私もどっかにある、どっかに出没するよ。そうそう、運命が決まった日、そうなのもうちょいでそれから1年になる。三浦さん、結婚してありがとう、こんばんは、こんばんは、かまちゃん、星、ありがとう、
大和川赤穂ね、新作始まるね。締め切り間に合わなかった、今ゴロゴロって。確かにそうだね確かにレジやから作れてって打ってたと思うね。そうだね、シチュー、そうだね、もし落ちてたりね、締め切り過ぎちゃってたりしてたら、今も県内のどっかの枠でグラコロ打ってたと思うそう、お母さんいればありがとう、メール来た、よかったよかった。そうだそう、お母さんの誕生日だから、明日から、そうあれなの、最近私もハマってる、ちょっと出てくるくなった、ピスタチオ、ピスタチオのねフラペチーノが始まるの、早く飲みたい早く飲みたい。うんうんうん、うん、一回めこうか。うまっ。ラサポさん星ありがとう、ゆぶきさん星ありがとう。なんだっけ、石杖だっけ、なんだっけ、どうと思って、牛にも、あ、牛にもあるんや。牛の店舗行ったことないわ。そうなのね。私さ、おそらくだけどさ、今年岐阜帰れなそう、来年になってからっぽい。わかんない、ワンチャン帰れるかも、ワンチャン帰れるかもだけど、今じゃ目処が立ってないから、もしかしたら2023年岐阜もう帰れない可能性出てきた。うんうんうん、あ、ね、ラーメンはそう、スタバチケットしかも5000円分ってラーメンに、あ、ひもつけてって言ったらいいよって言われたお母さんはプレゼントはいいよって、ご飯をそう連れてたから、これで大丈夫だよって言ってくれた。そう、ST チャンネルで石火が広まった。お母さんはあの明日で成人の2倍の年になりますあ、別の、なるほどね、お店、あ、雪降ってる、わあ、そうなんねそうお正月もきついかもしれない、クリスマスどうなんだ、クリスマス終わった後に帰ったりするんかな、どうなんやろ、今じゃ全く目処が、来月の予定まだ来てないから分かんない。うんふん、まだだ、ぜひ、ありがとう、帰りに岐阜に帰るな。そうだね、23ぐらいかな。うん。うん、多分そんぐらい。いや、私の方がお前でも早いから、22か23かどっちか。どっちかな、私は。うん。ねえねえ、パルムのちょっと気になってる。だって、ピスタチオとラズベリーとショコラなんて全部私の好きなもんじゃ。うまっ。ひよりさん、うまっ、ありがとう。正月こう、あ、ね、クネあったよね、どうでしょうね確かに年末はみんなどうなんだろう、忙しいのかな、なんかこたつでゴロゴロするのかなキュビスさん、雪だるま、ありがとう。確かにお話し会、お話し会、そうだ、再販始まったから待ってますあ、書いとこ、今日そのこと書いとこ、お話し会、そうだそうだね、お仕事、そうだね、最近ちょっとずつ増えてきたから本当に感謝ね。これからも3期生で何かできたらいいよね。前の歌にも好きよ、でもスタバ行ってくれ、私も行くもんサバ。でも最近ピアノにまたハマっとる、ピアノ欲しい、うん、あ、すごい、ここにも明日発売ですよって来てるそう、
そうね、今日ちょうどね、今日もねレッスン中に気づいたら、いつもなんだけど、本当に毎日なんだけど、気づいたらいつもゆうゆうでぶるんよね。ね、これからゆうゆうアピールしたらね、あのゆうゆうでお仕事もらいたいシーンかなって、番組出たいねって話してたから、そうこれからアピールしていく。ざんてんちゃんハートありがとう。ヘトベイさんと、え、でも MC ナットはそうあれだね、自分たちも着替えたりショールームしたりとか、だから一対一では話すことできなかったけど、そうすごく優しかったえ、24時間企画、そうしてみたい、してみたいけどさ、私は必然的にさ、なんて言うんだろう、夜とかできんや、そのねえ年齢の関係上、それが悲しい。夜とか一番楽しい時がさ、出れんじゃん、やだそうそう、私こじ配信そうできんのよまだ。そう確かに奥沢とゆうゆうでも北沢さんは北清水っていう最強のユニットもあるから、ちょっとコンビもあるから、ちょっとねどうなんだろうゆうゆうの方が可能性が高いかもしれない。そうね、ゆうゆうアピってく。ゆうゆうはね、今日ね、そうなんか共通点を一人で勝手に考えてたの。そういつも3人で、なんか気づいたら3人とおるよね。考えてみた結果分かったわ、みんなマイペースみんなマイペースやってなった結果。そういつも一緒、いつも一緒におるのよね。なんか3人で集まろうって言って集まるわけじゃないのに、気づいたら3人でいるみたいな感じ、いつも。うん、え、さっき漫才作ってもらったことあるの？え、いいな、いいね。うん、初見です、ありがとうございますヤトさん星ありがとう。そうね、徹夜して出る時にね、そう、あ、確かにそうだね。じゃあやっと出れる時間があって時に出れんくなりそう。インドネシア、あ、ハローハローね、確かにおっとりしてる。そうだね、皆さんお嬢そうかな。え、でもゆいたんは本当にお嬢。え、でもゆうなのかな。でも私もあれかも、実際そうじゃないけど、初対面の方にはよくそう、あのお嬢様に見られがち。確かに我が道行く、確かにそう、3人の共通点っていうとそうそう、初見かも、嘘だ、知ってるぞ知ってるぞ。ピアノ、ピアノ弾いとってさ、そう最近ピアノなんかあれなの、弾ける、なんか分からんけどピアノ弾ける、ピアノが欲しい、すごく見た目じゃ、なんでだろうね。え、でも意外とあれじゃない、どう、なんでだろう、なんでか分かんないけど、お嬢様に見られがち。確かに時間流れ寄ったりしてる、あるかもなんかね、ほわかって感じの雰囲気かも。そう、今日は水色のえへ T シャツですよ、ほらほい、ほら、えへえへへなのよ。そうよいしょ、他にも沖縄さんの時に配信出ちゃったかもしれないので。そうなの、あー沖縄のね、うんうんうん、タブレットのピアノ、昨日夜私ん家にね、同期が何人か来たんだけど、そうこたつができてから、そう同期呼ぶこと増えてみんなこたつ入って結局帰れんくなるみたいな、あのそう最近よくある、えへへ受け継ぐ。でも私どっちかって言うとイヒヒなんよね。そう喋らなければ、そうバレエしてたっていうと、私はあのこうやってレシーブトス、あ、なんかこっちの方はねバレエしてたんだけど、バレエしてたって言うと、そうお嬢様に見られがちだから、踊る方のバレエってよく勘違いされる。そう喋らんければ上品に見れるらしい、見えるらしいそうチュール、私も一瞬んってなった。そうなのそう3人来たよ、1人は私に来たの初めての子がいるでも2日連続来た子もあるしリーチとイチゴとリチャと来た。リチャは初めてなんよね。そうそうなの
楽しかったお菓子パーティーみんなでしてた。キヨ兄さん星ありがとう。確かにこたつコラボしたいわ、したいわ。こたつめっちゃいいよ。今もこたつほら入ってるの。いいよね。めっちゃさ、今日のなんかレッスン行く前にさ、もうなんかこれやってたんだけどさ、息をする心をずっとさずっとなんか転調っていうか一個ずつ音上げてくっていうのを一人で勝手に撮ったりさ、ちょっと聞いとって。足りんくなってきた。ん？かこの子か。永遠に転調していくっていう遊びをちょっとしとった。あ、そうみかんはね食べ終わった。昨日の朝にもうなくなってた。そう。ごめんお菓子もらって呼んでなかったごめん。そうだんだん高くなるの。そう。こういうことしたりするね、ボーイトレで。するする。永遠とそう、転調していくみたいなことを今日の朝してた。あとね、そう、同期が何々弾いてって言われたらもうすぐ弾けるよ。結構表題曲はメロディーだけなら弾けるようになった。そうなのよ。この音あれだよね。風まず昨日弾けた。こんな感じだよね。そう、原点。原点いいよね。好きだよね。クライムも弾けた。なんか表題順にやってたよね。表題順にクライム。ほら
ピアノは習ってたのは短いよ、小4から中1とかだけど、そうだけど保育園からピアノ好きだったから保育園にあるピアノ弾いたりとか、そう小学生のいつか分かんない中学年ぐらいの時にピアノを買ってもらって、でピアノを始めてみたいなだから実際習ってたのはほんと 3,4 年だけど、その自分で始めたっていうと保育園年中とか年長からとかかも大好きな人どこだろう、確か弾いて弾いてないな、どこやろう大好きな人、違うなこの音や、見つけた見つけた、 GO。感じだよねいやーそんなに上手じゃないけどね、そう独学、そうだね独学みたいな感じかな、そうだねそう好きでただやってただけ、弾けるよあれも、ゆったりだすもん、昨日昨日見た夢その面白さをどんなに一生懸命喋っても誰にも伝わらないように、まだ風さって妙にライン走ってくるよね、必死の私が抜け出して逆転的な私を見てる、情けなくて笑えてくるじゃあ何か応援してあげればいいのに、そばにいるだけで何もできないし、悲しばるとは何でも違うよ、似てなさいのこと生きてる、ここでずっと待ってるみたいな感じだよねそうそうだよ、持ち歌ですから自分がオリメンの曲だからそう、何なうん、すごい全然そんなそんな簡単よ、そうちゃんとピアノがあったらね、なんかあれサッチーとかやってみたいにさ弾き語りとかもさしてみたいんだけど、そう今欲しいものピアノピアノが欲しい、クリアサンタさんにお願いしようかなってことで男女読みします、いきます、17ゆきひろさん、16いけびしさん、15ちゃんてやとたんていちゃん、14まこさん、13かっこいいぷさん、12ドグラスさん、11きょりさん、トップ10、10位かまちゃん、9位スプマッテさん、8位よしみさん、7位トラサボさん、6位なすちゃん、トップ5、5位やおたんとつまみんさん、4位まかとおつまみん、ゆゆゆゆゆゆは許そう、そしてトップ3、3位ヤマシンさん、2位ウマちゃん、あっとヤミンさんとおつまみん、あピアノイヒヒイヒヒイヒヒさん、で今日の1位は1位ありがとうクマくれたね、ありがとう、いきます、はい今日のランキング1位はそろそろ冬のパン祭り、そうだねもう冬になる、あっと旅客機100機各客100人、旅客機100機各客100人、旅客機100機客100人、旅客客機各客100機さんです、ありがとう、100人さんです、ありがとうございます、そっか初めて会った頃はさ春のパン祭りだったのにさ夏のパン祭りになって、今秋のパン祭りになって冬のパン祭りになろうとしてんの、コンプリートじゃんありがとうクマを感謝、今日から可愛い雪のゲストが増えて嬉しい、
嬉しい。あ、ゆめりさん、そっか、明日でショールーム最後なのか。わあ、見たいな、見たいな、それはね、式回ってきた。春夏秋冬を弾けるようになろう。じゃあ瞬間瞬間、あー弾いたことないな。お迎えなら弾いた、昨日。鍵盤が足りない。こんだけしかなくてさ、鍵盤足りなくなった。ここでさ、こうやって動かしてやっとんのよ。そう、鍵盤が足りない、足りない、大きいピアノが欲しい。そうね、明日はお母さん誕生日だし、スタバの新作もあるし、そう、待って、もう一回、違う、低すぎる。ピアノをお願いしたいかも。メッセージ送れたんだよ、送っといた。え、ありがとう、マグカップ。え、ありがとう、書きます、ありがとう、嬉しい。鍵盤がいっぱいあるキーボードをお願いしよう。ってことで今日はそろそろ終わっちゃう。最後って何だよ。わかんない、ここからわかんない。